皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成オブザ滝沢でございます。東宮さんこんにちは。本日はこちらババン、ムーアのオーシャンマシーンというエフェクターを皆様にご紹介させていただこうかと思います。オーシャンマシーン、オーシャンマシーンってなんやねんってなったと思います。オーシャンマシーンってなんやねんってね。でこれはね、ディレイエフェクターです。ディレイのエフェクターでございます。以前僕はその動画でそのストライムのタイムラインっていうディレイエフェクターを紹介させていただきました。あの時ね、そのタイムラインはね、すごいいろんな機能がついてるし、すごいいろんな音が出るから、あ、これ半端ねえやつって、これとんでもねえやつって、こうこれは最強のディレイエフェクターだーって言ってたんですけれども、このムーアのオーシャンマシーンはもうさらにそれを変えた、さらに超える、もうほんととんでもないディレイエフェクターでございます。もうなんかもうこのディレイなんですけど、ディレイがすごすぎてもはやディレイではないみたいな感じ、なんかわかります？なんかディレイがもうディレイエフェクターなんですけど、そのディレイのエフェクトがもうすごすぎて、もうディレイの域を超えちゃって、ディレイの枠を超えちゃって、もはやディレイじゃねえみたいな感じの、なんかボブレイみたいな感じの、なんかそんな感じのカテゴリーになるぐらいの半端なさでございます。もうそのぐらいもうとんでもないディレイでございます。とんでもない、もうこの動画見るとマジ物欲刺激されるから、マジ気をつけろとだけは言っておきます。マジ物欲が刺激されるぜ。そのぐらいもとんでもないディレイエフェクターなんで、よかったら楽しんでいただければと。後ろのインターフェースはこんな感じ。エクスプレッションペダルと左と右のインプット、左と右のアウトプットと、右端子と、電源という感じでございます。これね、なやねんそれって感じかもしれないですけど、僕ね、もともとね、ルーパー探してたんですよ。ルーパーペダル探してて、なんか面白いないかな、いいのないかなと思って、探してたらこれに行き着いたんです。これ実はルーパー機能もあるんです。ちょっとね、その辺の話は後でしましょう。ルーパー機能ついてるんですよ、これ。どういうことやって感じですよね。すげえディレイがついてて、で、なおかつリバーブもついてるんですよ、リバーブ。で、さらにルーパーもついてるって、わけがわからないって感じです。そしてとりあえず今回もね、画面のズバババーとお手元もお見せしながら、鳴らしていきますので、よかったら楽しんでいただければ幸いでございます。とりあえず電源を入れるとこんな感じ。このアップスイッチとダウンスイッチでプリセットを選ぶモードになります。それぞれね、その工場の人がね、いい感じの音色を作ってくれているので、電源を入れてシールドをつなげば、オーシャンマシンが楽しめると、なっております。ちょっと鳴らしてみましょうか。この 1C とか多分ね、わかりやすい。鳴らしてみましょう。こんな感じ。一個音を出すだけで、すごい後ろからうわーってこう攻め立てられるような、うわーすいませんでしたすいませんでしたって感じの、うわーすいませんでしたすいませんでしたみたいな、感じになりますよね。もうすげえなと、もうすごいこのスペーシーな、なんか宇宙が広がるような、まるでそこのビッグブルーオーシャンが、ビッグブルーオーシャンだ、お塩ポータルさんだ、ビッグブルー、なんか青いかなんかビッグブルーって言っちゃうんですよね。なんかそういうオーシャンマシンという名前の通り、なんかこのね、大海が、広い海が広がるかのような、これね、ディレイがね、実は2つかかってるんです。この1台で2個のディレイをかけてるんですよ。2個のディレイ。2個のディレイをかけて、さらにリバーブをかけてるっていう、そんな感じのシステムやっております。わけわかんないって感じですよね。とりあえず、いくつか、プリセットいじってみましょうか。っていうか、まあ、実は、僕もね、これね、買って、届いて、まだ触って5分ぐらいしか経ってないんですよ。なんで、ちょっと僕もね、あんまりね、機能が分かってないというか、あんまり、説明がわからないんですけど、できるかどうかわからないですけど、なんかノリでやってる感じでございます。なんか面白いでしょ。
あ、なんか後ろにまたキラキラしようか。やってますね。なんだこれ。この音色またやつの感じです。これとかまた。違った浮遊感があって面白いですね。まあ、こんな感じでね、いくつかワークあって、一つ目、8シーマル。まあ、ちょっと不思議な音色もいろいろありますけど、まあ、そんな感じでございます。プリセットね、いろいろプチプチャ、プチプチと選ぶだけでも楽しめるというか、そんな感じの流れになっております。こんな感じのオーシャンマシンなんですけれども、これはそのプリセットモードってやつなんですよね。それぞれこのアップダウンボタン、アップダウンを押していけば、それぞれの音色が選べるという感じになっております。で、このね、プリセットボタン、これ、この青いやつ、これポチって押すと、こうするとそのマニュアルモードになって、その自分でこういろいろと選べるという、そんな感じのモードになるということだけは説明書で読みました。他のところは全然わからないって感じですね。全然謎です。つまみがいっぱいありますけども、謎ですね。いろいろと光ったりしてますね。美しい。とりあえずこれなんかね、つまみがたくさんだけどね、なんだろうな、これ。リバー、フィードバック。これとか。お。ディレイ変わりました、ディレイが。あ、わかった。全然わかった。全然わかるわ。全然わかる。これディレイ B ってことですね。ディレイ B。ちょっと片っ端、こういう端っこ書きましょう。これディレイ A ボタンなんですよ。これ今、リバーブ、ディレイ A、ディレイ B ってなってて、で、このディレイ A ボタンを押すと、これディレイ A が今かかってる状態です。で、このディレイ A 書いてあるんですよね、ここに。もうディレイ A って。で、このダイヤルを回すと、そのディレイのモードというか、そのね、種類を選べるんだと思います。これ今デジタル。で、ここにそのあるように、そのフィードバック A って、このね、A のフィードバックと A の、これなんだ？タイムか。トーン。で、あとミックス。うん、全部わかった。OK。把握。今これデジタルっていう、デジタルって何語だ、デジタルっていう、プリセットじゃねえや、そのディレイを選んでおりますし、で、このフィードバックをね、その短くすると、こっち側に持っていくと、1回だけになる。で、こっち側にバーッと持っていくと、もう延々と、なり続けると。このディレイの山彦効果をどのぐらい持続させたいかって、選ぶさみたいな感じですね。とりあえずまあ分かりやすく。ちょっとだけ、このぐらいにしときましょう。聞こえてくるぐらい。で、このタイムに関しては、もうその通りでございます。これをね、バーッと行くとすると、ここに、書いてあるんですけども、20ミリセックとか。あ、これ便利だな。そう、デジタルの恩恵ですね。これ見えるんだ。すごいな。これ400ミリセックとかに合わせたかったら、400ミリちゃんと合わせられるんですね、これね。ここ。数字が出てます。でも、408まで。407、400。ぴったりとか厳しいのかな、これ。400ぴったり、405、480、380、はい、400に合わせたかったら、こんな感じで400に合わせることも可能ということです。で、このトーンに関しては、
このディレイのかけてくる音がパキパキするか、それともこれを絞るとトーンがなくなって丸くなるか、どっちかだと思います。あんまりこうパキパキしすぎるとね、追っかけてきた音がすごい邪魔くさかったりとかするんで、ある程度劣化させることができるって、そういうあれですね。ちょっと劣化させておきましょう。で、このミックスに関しては、こっち側にバッと振り切ると、あの追っかけてくる音だけ。なる。で、こっち側にすると、僕が弾いてる音だけが鳴る。これを半分にすると、僕が弾いた音も追っかけてくる音もちょうどよくなるという感じになります。ちょっとこんな感じで、ちょっと遊んでみましょうか。こんな感じの、まあ、タイムラインでいうとこのボブって感じですね。もうすごいスタンダードな DI です。で、ここからそのちょっと地図がちっちゃくて見えないんですが、デジタルとかアナログとかテープとかエコーとか、リキッドですって、リキッド、液体。確かになんか、ヒュンって感じ。ちょっと強くしましょうか。楽しくなっちゃいますね。そんな感じです。で、こっち側に行くのがレインボーとか。来ました。なんか来ました。これ、レインボーって音色です。レインボです。クリスタル。ロービット。これタイムラインの時もなんかありましたね。これはマックスエフェクトだけのとにして、このタイムを最初20ミリセクにして、トーンを絞って。フィードバック1回だけにして今日のポジション発売できると、ロビットファジそんな感じのベクトルになっておりますね。ここのペダルでそのディレイ A、ディレイ1ですね、1人目のディレイをチョイスすることができると、この1人目のディレイをボブにするのか、ローディにするのか、シンディにするのか、ロバートにするのかをここでダイヤルで選ぶと。で、ロバートをシンディが誰でもいいんですけども、誰々を選んだら、ここの4つのつまみでそれぞれの調整をしていくという感じだと思います。で、ここに関してもこれは、ディレイ B は、ここでオンオフをして、ここで誰にするのかを設定して、で、ここら辺でこのチョイスをしていくって感じですね。で、見てみるとね、その、
ディレイのこの種類が、まあそのボブとかね、アンナとかはね、あの割といるんですよ。デジタル、アナログ、テープ。この辺はね、基本的な、スタンダードなディレイなんで、この辺は B も A も共通なんですが、その後ろの方がちょっと異なってるみたいですね。これリアルっていう。ダイナっていう。ダイナっていうディレイ。これギャラクシー。確かにギャラクシー。すごいギャラクシー。ギャラクシーいいですね。モジュレーション。トライモジュレーション。あ、ちょっと腕が出てきましたね。モジュレーション INB ってなんだろう。逆再生か。そんな感じでディレイ A とディレイ B をこんな感じでチョイスしてこのパラメータでいじることができるという感じだと思います。で、ここのリバーブも多分一緒でしょう。ここのリバーブをオンオフすることによってこのダイヤルで、ディレイじゃねえや、リバーブの種類を選ぶことができると。ホールプレート、フィルター、リバース、スプリング、モジュレーション、普通に分かりやすくプレートとかにしましょうか。で、このディケイとトーンと、あとこのミックス、でこのリバーブを選べるのはそうなんですけども、このちょっと特筆するところとしてはこのシマーっていうつまみですね。シマー、シマーゼロだとこんな感じの音色で、マックスにするとくるやつが強くなりますね。これが弱いと、あんま襲ってくることはないんですけども、これをマックスにするとすごい襲われる。わー、すいません、勘弁してください。すいません、もう悪いことしません。でもこのなんかリバーブエフェクトだけでもこんだけの音を作ることができるんですよ。めっちゃ遊べる感じじゃないですか。で、こんな感じでね、それぞれ音を作り込んだならば、この組み合わせで、ディレイ A 子さん、ディレイ B 子さん、そしてリバー子さん、それぞれマックスで。なんだこれ。いつ使うんだこれっていう感じはしなくもないですけど、まあこんな感じの音が作れるという感じでございます。なんとなく使い方見えてきましたでしょうか。で、こんな感じでいろいろこの音色を作り込んだら、このストアボタンとかでね、そうですね、やっぱ保存をするわけですね。で、この保存場所を選んだりとかして、保存しておけば、この作り込んだ音色がいつでも呼び出せるとか、そんな感じの設定になっているかと思います。なんかつまみがすごいたくさんあるから難しそうだなって思ったんですけども、そんなことないですね。全然シンプルで直感的で分かりやすいエフェクターですね。すげえな、これ。めっちゃ分かりやすい。説明書なくても全然いける。これ、このオーシャンマシーン、実は、3週間前ぐらいに買ってて、届くじゃないですか。で、届いてこう、わーいってこう箱を開けて、そのね、電源つないで、ケーブルつないで、アンプつないで、わーいって言いながらね、こう、バッとやってみたら、音が全然出なくて、いくらそのね、つまみ操作してもね、ペダル操作しても、そのシールド付け替えても、ね、全然音が出なくて、なんだろう、このペダル超難しいかもしんねえと思ったら、単なる初期不良でございました。
で今日はね、新しいのが届いて、あのバッと鳴らしてみたら音が鳴ったんで、よし動画撮ろうみたいな感じでやってるんですけれども、全然簡単ですね、シンプルですね。ちょっと細かいところに関してはね、説明書見た方が良さそうですけれども、基本的な動作に関しては全然いける感じですわ。で、このね、ダイヤルとかを使ってね、そのピンポンとか、この辺はちょっと謎だな。わからんな。テンポ B。BPM を設定して、その16分音符とか8分音符とか、なんか8分音符のその3連とか、この T は多分トリプル、トリプレット、3連符だと思うんですけど、そういう設定ができると。テンポ A。すげえなぁ。なんか本当にいろいろできて、単純にすげえ。って感じ。です。そうですね。このセッティングボタンとかを押すとまたいろいろ出てきましたね。まあさすがにこの MIDI を連携させてに関してはちょっと説明書見た方が良さそうな感じはしますけども。まあ基本的な使い方はなんとなく、分かっていただけたかと思います。で、このね、マニュアルモードで楽しんでもいいですし、さっきのそのプリセットモードとかで楽しんでもいいですし、プリセットの、1C。リバーブはホールです。で、ディレイ B はギャラクシー、ディレイ A はファジーという感じで何のディレイを使っているのか全部書いてあります。で、これも適当にボタンとかを押すと、あ、来ましたね。これでその細かく選べるわけですね。さっきのこっちの、バックを押して、この画面だとその、ね、パッチ切り替えになっちゃうんですけども、このメニューボタン一回ポチッと押すとすると、そのエディットモードみたいなのが入って、ここでね、そのそれぞれのこのパラメータとかを。いじったりとか、あとそれぞれのエフェクトを切ったりとかできるんですね。今これリバーブだけ、ディレイ B だけ。そんな感じです。すげえ！わかりやすい。で、ちょっと次の機能見てみましょうか。ここにルーパーって書いてあるんですけど、多分これ同乗しようと思うんですよね。来ました、ルーパー。同乗したら来ました。で、レックプレイストップ、ハーフスピード、リバースとあるんですけども、とりあえずこれで多分、レコーディングをすると思うので、レコーディングをまずしましょう。ルーパーのモードも使えるという感じでございます。で、多分ね、これ変えられるんじゃないかな。ね、ちょっと今のところね、使い方はね、まだ分かんないんだけどね、このルーパーとかディレイとかのこの位置をね、変えられるような気がするんですよね。今これ、ルーパーここにあるじゃないですか。ここにあるんですけども、今、この 1C でやるとすると、ルーパーが一番手前になっちゃうから、ルーパーを鳴らすと、エフェクターかかっちゃうんですよ。こうじゃなくて、このルーパーをこっちに持ってくれば、そのエフェクトかけずに鳴らすことができるんで、多分それできると思うんですけども、ちょっとそれがね、謎。長押し。違うな。押しながら回す。来た！押しながら回す。来ましたよ。来ましたよ、これ。
方もできるという感じです。はい。そんな感じで一応一通りは説明させていただいたかな。まあ細かいところ突っ込むとね、なんか僕もわかんないこのピンポンとかね、そのテンポとかいろいろあったりとかするんですけれども、まあ基本的なところはこれでだいぶ拾えたんじゃないかなと思います。そんな感じで今回はこちらムーアのオーシャンマシンというエフェクターのご紹介でございました。どうですか？物欲はいい感じに刺激されましたでしょうか？とりあえず僕はさっき言った通りそのルーパー探したんですよ、もともとは。アコギで使うルーパーが欲しくて。で、なんかルーパーいろいろ探してたらね、ちょっとこれを見つけていいなと思ってポチッとした次第でございます。ちょっとね、タイムラインの調子がね、悪くてね、なんかノイズが入るようになっちゃったんですよ。絶対なんかこのビーっていうノイズが入るようになっちゃったんで、ついでだからちょっとね、ディレイも買ってみようかなと思って、探したら、ルーパーもディレイも一緒になってるものがある。わぁ、こいつは半端ないぜと思って買ってみたら半端なかったっていう、そんな感じでございます。もし、店で、見かけることがありましたら、ぜひ、オーシャンマシン試してみ、遊んでみてくださいませ。とりあえず、1C に合わせて、なんか音をどうやって鳴らすと、すごい半端ないことに、なります。ということです。よかったら、楽しんでくださいませ。それでは、今回の動画は以上でございます。また違うところでいたしましょう。そして最後に、私、滝沢勝成、Twitter の像をやっております。TAKIJAWA、滝沢という名前で Twitter やっております。よかったら概要欄の方がリンククリックしていただいたりとかして、フォローしてみてくださいませ。もしこの動画の感想とかね、リクエストとかもしありましたら、コメントの方に残していただくか、それとも Twitter の方からリプライプッとしていただくと、すごく嬉しいので、ぜひ、ご協力をお願いいたします。ということです。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、パハハイ。Thank you.